東口福間駅は、福岡県福津市中央3丁目にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JA11。1972年3月15日、国鉄ダイヤ改正の際に、快速停車駅となり、その後1980年10月1日、国鉄ダイヤ改正時に、それまで運行されていた、特別快速と快速が統廃合された際に一旦、 快速停車駅から外され、一時普通列車のみの停車駅となったことがあったが、ほどなくして、再び快速停車駅となった。また現在では、朝夕は一部の特急が停車する。宮地岳神社の最寄り駅であることから、大晦日から元日にかけては、多数の臨時、団体列車が発着する。旧駅舎と駅前広場短式ホーム一面一線、島式ホーム二面四線の、 計3面5線のホームを有する地上駅。2番乗り場は、上り到着、下り出発。3番乗り場は両方向の折り返し運転が可能で、実際に当駅折り返しの列車が運転されている。2010年2月27日に新駅舎が開業し、2階に改札がある、京上駅舎となった。JR 九州サービスサポートによる業務委託駅で、 緑の窓口及び自動改札機が設置されている。西口には2階建て約1600平方メートルの駅ビルがあり、店舗の他に、福津市運営の育児支援施設、エンゼルスポットや診療所が入居することになった。福津市運営の育児支援施設、エンゼルスポットの後に、九州旅客鉄道が事業主体のシェアオフィス、福を2021年に、 開設予定、到着券が調整、販売する。主な駅弁は、下記の通り。開業時から明治三十年代までは、最多であった1九百年度でも一日平均乗車人員は四百三十七人と、不振であったため、貨物収入で損益の均衡を保った。二千十九年度の一日平均乗車人員は九千百四十八人であり、JR 九州の駅としては、 第17位である、開業時の地名が由来。福間は古くは、福密とも読まれ、荘園の多い土地であった。地名の由来は、よくわかっていないが、福は、縁起の良いとされる、火事、間は、船着き場や、漁港を意味し、この地が古代から西郷川の河口に築かれた港町で、この港町に福が訪れるようにとの意味合いで、福間と名付けられたと言われる。ありがとうございます。